西アフリカ最大の都市、人口800万人のラゴス。そのラゴスにありますナイジェリアの国立競技場です。メダルのかかる3位決定戦。マリは世界ユースは5大会ぶり2回目の出場で初めてベスト4まで進んできました。まあ、これはマリのサッカー史上においても歴史的な出来事になります。一方のウルグアイ、2大会連続のベスト4。前回は実はこの3位決定戦ではなくて決勝に進んで準優勝だったチームです。まあ、ウルグアイと言いますとやはり何といっても1930年の第1回のワールドカップの開催地としても知られていますけれども、はい、世界制覇も2回実はある。ただここ最近はですね低迷していて、ワールドカップでも2大会連続で出場してないんですよね。そうですね、まあ、ウルグアイといえばイメージ的には守備が非常に硬くて激しい、そういうサッカーをするというイメージはありますけどね。まあ、そうしたイメージのやはり準決勝でもそんな試合を我々に見せてくれましたよね。そうですね。こちらのブルーのユニフォームがウルグアイです。まあ、日本と対戦しましたのでかなりご覧になっている方もおなじみの選手ができてきたと思いますけれども、はい、あの日本戦でゴールを決めたスキンヘッドのあのチェラントン、はい、実は今日は出場停止で出ることができない。ちょっとこのあたりはそうですね、彼のやはりゴール前でのプレーが見れないのは少し残念ですね。まあ、マリの方はなかなか世界大会には出てきませんでしたので馴染みのない方が多いと思うんですけれども、まあ、このところはですね97年、2年前エジプトで行われたアンダーセブンティーン、17歳以下の世界選手権に出場したチームということで、まあ、このところ若い選手を中心にだんだんと力をつけてきて、しかもですねアフリカの国というのは、はい、カメルーンでありナイジェリアであり、はい、あるいは最近強くなってきたガーナであり、はい、まあ、いろんなところがですね身体能力を生かして出てきますよね。そうですよね。そういう意味ではこのプレースタイル的にはこのアフリカスタイルというものはやはり確立されてきてますよね。はい。まあ、このマリはですね実はこちらの方もキャプテンでイタリアの一部リーグウディネーゼでプレーしているカマラが今日は出場停止ということになりますが、まあ、それ以外にフランスのマルセイユやあるいはスイスのシオンといった、まあ、すでにもう若い選手でありながらもヨーロッパでプレーしている選手が出ているんですよね。はい、特にアフリカの選手はフランスリーグでプレーしている選手が非常に多いですから、はい、そういう意味ではその組織的なプレーを持って帰ってきているというのはですねそういう感じがしますね。まあ、そうしたプレーぶりもですね、はい、ぜひご覧いただこうと思いますけれども、 Ladies and gentlemen、試合前の両国の国歌です。3位決定戦、マリとウルグアイです。Thank you.
the national anthem of Mali. ナイジェリアと日本は時差が8時間ありますので、現在現地の時間で午後2時に間もなくなるところです。午後1時現在の気象状況では気温が30度、湿度が 59% ということですから、かなり、今日は過ごしやすいかもしれません。さあ、ウルグアイのスターティングメンバーをご覧いただきましょう。ご覧のようなメンバーですが、日本戦とはちょっと入れ替えてきました。14番のフォルランはアルゼンチンのインディペンディエンテでプレーしている選手です。それから6番のペジェグリン、イタリアのセリエ B、 セリエの2部リーグでテルナーナというチームでプレーしています。前回の準優勝チームのレギュラーメンバー、今日の試合で世界ユース出場記録が14試合目になって、これはポルトガル代表のジュアン・ピントを抜いて世界記録ということになります。そしてマリのスターティングメンバーです。マリの方はフォワードが何しろ5人登録されて、そうですね、中盤が1人、こんなことはありませんよね。まずこういうシステムは取らないとは思うんですけども、どういうふうに選手を配置してくるかでしょうね。この中では9番のバガヨコがですね、すでに今大会4点を取っています。それから12番のディフェンスのアマドゥはスイスのシオンでプレーしています。それから2番のフォワードドラマンはですね、フランスのマルセイユでプレーしている選手と、いうことになりますので、このあたり、セイドゥもそうですね、フランスのマルセイユでプレーしています。ですからこのあたりの選手に当然これ注目していきたいですね。そうですよね。そういう意味ではフランスのシステマチックなサッカーがやはり彼らにこう浸透しているかどうかというところでしょうね。ただ準決勝スペイン戦を我々も見ましたけど、あまりそういったところは感じられなかった。そうですね、特にディフェンスの組織っていうところはあまりなかったような気がしますけどね。今日の主審はクロアチアのジリックさんです。38歳の主審です。白いユニフォームがマリ、そしてブルーのユニフォームがウルグアイということになります。日本が初めて決勝に進出した世界ユース選手権、その決勝戦を前に行われる3位決定戦、こちらの3位決定戦も生中継でお伝えしています。マリのキックオフで試合が始まっています。白いユニフォームがマリ、ブルーがウルグアイです。マリは見たところディフェンスラインが柱谷さん4人のようですね。そうですね、スファードが2人という形ですかね。マリボールのフリーキックとかあります。じゃあそのワールドカップをはじめですね、世界のこの3位決定戦というのは決勝に進まなきゃいけないという硬さが取れてですね、逆に自分たちの良さがどんどん出てくる面白いゲームになることが多いですよね。あ、なるほど、これ直接狙っていったんでしょうか。そうですね。それと先ほども話をしましたけれども、各選手にとって、いろんなヨーロッパのチームの、プロのクラブチームからスカウトも来てますんでね、そうですね、自分をこうアピールしやすい、準決勝まではどうしてもチームの勝利といったところがあったでしょうが、3位決定戦はその選手が自分たちの持ち味を出して、スカウトにアピールするということもこれは当然考えてくるでしょう。そうですよね。11番はアンチェンです。そして左サイドに乗っていきます。ペジェグリンが上がっていこうというところです。この選手がイタリアでプレーしているペジェグリンです。ペジェグリン、日本でもこのウルグアイのペジェグリンの
持ち上がりには非常に警戒しましたもんね。そうですね、特に後半は非常に攻撃的にプレーしてきましたからね。マリボールのスローインです。まあ、それから見ましてもマリもかなり身長もありますしね、はい、体もかなりこうがっしりした感じがありますね。今マリの白いユニフォームの3番はアブドゥが見えましたが、そのアブドゥが一人前線の選手についていく形になっています。ウルグアイボールのフリーキックです。17番はカノッビオ、あの日本戦でも途中から出てきましたけれども、左利きのプレイヤーで、あの左足でシュートを打ってきた選手です。はい、フリーキックは左足で、この6番のペジェグリンです。放り込んでくるフォルランが待っています。14番長髪はフォルラン、あの日本戦でもチェバントンとツートップを組んでいた選手です。ウルグアイボールになっています。こちらはマリのクリバリ監督です。14番はママドゥ・ディアラ、左サイドにボールを運んできます。スルーパスだ。こういうところのドリブルっていうのはこう独特のリズムがあるっていうんですか ね、ヨーロッパにも南米にもない、やはりアフリカの選手独特のドリブルの身のこなしっていうんですかね、そういうのは感じられますよね。あのスペイン戦でもあのパスを出すよりも、はい、やはりドリブルで持っていってシュートを放つという方が脅威でしたよ ね、そうですね。ですからあの最近のサッカーはどちらかというと相手の良さを消そうとするようなそういうシステムがですね主流になってきてるんですけども、このやはりマリのサッカーを見ているとサッカーの原点みたいなものをですね感じ取ることができると思うんですよね。それはもうまさしく相手のゴールに向かって点を取ることがサッカーの原点なんですよね。はい、まあ、その向かっていく姿勢という意味では、はい、ボールをあまり下げることはなくですね、前に前に運ぼうとすると。そうですね、ただこうしてまああの組織的に守られるとあっさりとボールは取られてしまうというところはちょっとありましたね。そうですね、特に準決勝でも中盤でのミスパスを相手にスペインにカットされて早く攻撃を受けて失点するというパターンが結構ありましたよね。はい、そういう意味では攻めている時の守備の組織というのはですねこのマリには必要なんじゃないですかね。14番のママドゥ・ディアラはこれ左サイドのスペシャリスト的なプレイヤーだと思いますけれども、はい、今オフサイドでした。今大会は1得点挙げています。一方のウルグアイの方は先ほど柱谷さんから話もありましたけれども、まずあの激しい厳しいディフェンス、はい、これがまず持ち味になりますね。そうですね、そしてやはりフォワードに非常にテクニカルで速い選手がいて、彼らがやはり相手のディフェンスをかわして得点を狙っていくというパターンが多いですね。今日はやはり6番のこのペジェグリンの左サイドからの持ち上がりが攻撃の面では多くなっています。プア・ビクトル監督、前回の準優勝の時の監督でもありました。ただウルグアイもですねこうやって2大会連続でこの20歳以下の世界選手権でベスト4に来るということは、はい、これからシドニーオリンピックを目指す代表チームであるとか、うん、あるいは2002年とか、はい、こういったところは非常にいいチームになってくるかもしれないですね。そうですね、ですから彼らがここの先ですねどうやって伸びていくかということが非常に注目されるんじゃないでしょうかね。特にナイジェリアもその若年層が非常に強かったですから、その15歳以下の選手なんかがこうワールドカップに出てきて非常にいいサッカーするようになりましたからね。はい、そうした意味ではこの3位決定戦の中で1人こう選手などを覚えておくとですね、はい、その選手が2002年に出てきたり、うん、日本に来たりですね、はい、あるいはその今度のシドニーオリンピックにも出てくるという可能性十分これありますよね。はい、ウルグアイボールのフリーキックです。さあウルグアイがゴール前ほぼ正面で、まあ、いい形でフリーキックを得ています。まあ、この辺りですと左足で強烈なシュートを持っている17番のカノッビオもいますし、
14番のフォルランもいますし、あ、それから5番のキャプテンマークをつけたポウソ、この選手も日本戦ではよく活躍しましたよね。6番のデジェブリンもいます。ゴールまでは20メートルとちょっとぐらいあります。狙っていく、壁に当たりましたか。コーナーキックになります。フリーキックは5番のポウソ、まあ、いわゆる守備的ミッドフィルダー、中盤の後ろ側、はい、ボランチと言われるポジションにいる選手です。そうですね、特に両サイドは積極的に上がりますから、はい、ショートコーナーを使っています。ペジェグリンからキーパーが出ています。マリのゴールキーパーはケイタ。これがもうマリ特有の、そうですよね、本当に前に前に行きますね。これ囲まれても、あの長いストライドで懐が深いって言うんですかね、はい、ボールをなかなか離しませんけれども、しかしこうやってパスミスが中盤で多いんですよね。そうなんですね、こういう中盤でイージーなパスミスが多いんですよね。倒されたのは10番のセイドゥ。セイドゥはフランスのマルセイユで現在プレーしている選手です。ですからこうした選手もですね、覚えておくと、はい、まあ、これからも選手として出てくるかもしれません。10番のセイドゥ、まだ17歳ですよ。3番のアブドゥ、今日はこのアブドゥがどうも右サイドにいるようです。11番のアンチェン、アンチェンが入れてカノッビオが待っています。コーナーです。やはりウルグアイは左サイドの攻撃がかなり多くなってきてますね。本当に多いですね、はい、今日はそれから本来の右サイドバックのディアスが、まあ、日本戦に出た選手ですけれども欠場していますね、はい。蹴るのは18番のカルドッソ、キーパーが出ています。シュートがある。もう一回、7番のコレア、一旦下げて上げてカノッビオ。こういうところヘディングのクリアも身体能力が高いという感じがしますね。あの日本戦の時にはウルグアイの方が完全にあの身体能力も高さでは上回ってたんですけれども、はい、それよりさらにマリノが高いですね、うん、倒れているのは6番のペジェグリンです。しかしこの人も世界ユースでもう14試合出てるというんですから、はい、このペジェグリンも将来楽しみな選手です。あ、やはり高さはマリ。10番のセイドゥ、ポストプレーを使ってサイドに開いています。おっと、これは今のはオフサイドですかね。オフサイドでしょうね、はい、2番のドラマ、2番と言いますとどうしてもディフェンスというイメージがあるんですけれども、うん、おそらくマリのセンターフォワードはこの人だと思います、はい、フランスのマルセイユでプレーしているドラマは20歳。ウルグアイボールのスローインです。14番のホルラン、3番のアブドゥのディフェンスです。やはりここで見てみますと、そのマリの攻撃のにおけるその個人技とですね、ウルグアイの守備のこの組織力っていうところの勝負になってるんじゃないでしょうかね、はい、コレアのパスからホルランです。ホルランが上げて11番のアンチェンが折り返す。コーナーです。前半は11分を回っています。マリとウルグアイの3位決定戦、白いユニフォームがマリ、そしてこのブルーのユニフォームが準決勝で日本に敗れたウルグアイです。メダルがかかる3位決定戦、
いボール、ミスキックだったでしょうか。やや意図がはっきりしませんでしたが、蹴ったのは11番のアンチェンです。日本戦には右足の内転筋を痛めて欠場でした。ウルグアイは2大会連続のベスト4、前回は準優勝でした。いや本当にこうマリはもう前へロングボールを蹴って、あとはドリブルが入ると。ただこうしたところの守備もですね、それほど組織だったものがやはり見られませんね、はい、両チームともロングボールが多くなってきました。詰めるウルグアイ、カルピオ上げて、おーっとフルラン、ゴール前フォルランいましたけれども、オフサイドです。そのフォルランがオフサイド。はい、このペナルティーエリアの近くに行った時のそのウルグアイの、あのカルパスを使った攻撃ですよね。はい。この辺り非常にこう、やはり南米的なプレーですよね。さあ、こういう世界大会で面白いのは、その大陸とか国のですね、彼らの持っている要素っていうのは非常にこうサッカーの中で出てくるんですよね。それがあのフル代表でなくても、はい、こうしたあの若い20歳以下の年代でもそれがはっきりと出てくるんですね。はい、そのサッカーで育ってきた環境とかですね、その気候とか、やっぱそういう風土とかがです、こういうところによく出てきますよね。この試合が始まる1時間前の状況では気温が30度、やや湿度が、まあ、普段は 80% ほどあるそうですが、はい、今日は 60% を割っているということで、まあ、午後2時ですからちょっと直射日光は厳しいと思いますね。この後この同じ会場で日本とスペインが決勝でぶつかり合います。14番のフォルランはアルゼンチンのインディペンディエンテでプレーしている選手です。5番はポーストキャプテン、前に放り込んできてカルドスト。カルドストは小柄ですがスピードがある選手です。ウルグアイの子はこのカルドストとフォルランの2トップ、はい、そしてその下に17番のカノッビオがいるという形に柱田さんそうですね。やはりこれ3位決定戦に入ったところでこう出てきた選手、この18番のカルドストあたりはですね、もうここ本当自分がアピールしなきゃいけないという気持ちになってますから、非常にモチベーションとしては高くなってるでしょうね。マリボールのフリーキックです。このクリバリ監督はあの17歳以下の世界選手権に出た2年前のチームをそれから引き続いて持っているそうです、うん、ですからその時のメンバーが9人このマリには入っているということです。ですからこうしたマリの選手もですね、ワールドカップ出場はありませんけれども、はい、こうやってだんだん下の年代から世界を経験してくるということになってくるんですね、うん、それとやはり、まあ、指導者が持ち上がってきてますから、選手の性格なんかもよく、ね、把握して指導してきてますから、そういう意味ではうまく伸ばしてきてるんじゃないでしょうかね。今のはオフサイドです。かなりウルグアイのディフェンスラインが高く上がっていました、うん、ゴールキーパーのカリーニが蹴ってきますが、このカリーニも前回の準優勝の時からのメンバーです。前半は15分を回っています。3位決定戦、またペジェグリンが上がってきます。左サイドバック、ペジェグリン、イタリアでプレーするペジェグリンです。詰めていったのは7番のコレア。ウルグアイはあの日本戦もそうでしたけれども、非常にあの攻守の切り替えっていうんですね、はい、攻めた後のすぐ守りに入ってくるという返りが非常に早いですよね、はい、マリのファールです。13番のはマカルソ、
このマカルスは日本戦には出場しなかった選手です。やはりマカルソが右のサイドバック。ウルグアイはカレーのソロンドがセンターバックで、左サイドバックはペジェグリンです。ちょっとまだ中盤の構成的にははっきりと見えませんが、5番のポーストがキーに、そうですね、ミッドフィルダー、特に左サイドのペジェグリンが非常に攻撃的ですから、彼が上がった時にその真ん中をカバーするっていう、そういう仕事でしょうね。はい、ほぼ前線にそれほど上がってくることはないんじゃないでしょうかね。スルーパス、ここは4人のディフェンスラインが戻っています。ウルグアイ、そしてフォルラン、このフォルランの挑発をなびかせる姿も日本戦では印象的でした。裏のスペースを狙ってくる、まあ、マリとしてはウルグアイの4人のディフェンスラインがかなり高い位置に上がってきてますので、はい、その裏のスペースを狙っていこうということなんでしょうか。それとやはりその準決勝のところで中盤につなぐパスを取られて速攻という形を取られましたから、割とこう中盤を除いてまず前線に放り込んでおいてという風な形で来ているんじゃないでしょうかね。また左サイドです。ペジェグリン、フォワードのバカ横がついています。まあ、これウルグアイとしてはやはりそのペジェグリンを使おうという狙いがあるのか、はい、あるいはマリの右サイドをですね狙ってきているのか。日本戦 の、 その後半の形を見てみても、その左サイドの攻撃っていうのはやはりウルグアイの特徴じゃないでしょうかね。それに対してこうマリがやはりよく研究してきてますよね。まだこの試合、そういえば橋本さん、はい、シュートってないんですね。的な場面がほとんどないですからね。1本ずつしかまだありませんし、はい、決定的な場面にはなってませんよね。うん、非常にこう面白いのはですね、そのウルグアイのディフェンスとマリのディフェンスの違いですよね。特にウルグアイはディフェンスラインをかなり高い位置に上げて組織として守ろうとしている。逆にマリの方はディフェンスラインをそれほど上げないで、割とマンツーマン的につきながら自分たちの運動能力を生かしながら守ってますよね。はい、4番のアダマはセンターバックの選手です。まもなく前半の20分になります。オフサイドです。ここもそうですね。かなりウルグアイがですからラインを高く上がっているということが分かりますね。はい、あ、オフサイドですね。本来あの位置で受ける場合はですね、ディフェンスラインが見えてますから、自分でこう戻ってポジションを取り直すってことをしなければいけないんですけども、そのあたりが少しできてなかったですね。これはうまくカットしました。マリ、このプレーで沸いています。非常にあのナイジェリアのお客さんというのはサッカーが好きで、しかもサッカーをよく知っていて、はい、ですからいいプレーにはよく反応して、でいいプレーをする方のチームのサポーターになってくると、それがですから地元のナイジェリアではなくてもですね、はい、ですから非常にあの日本の速いパス回しであるとか、そういうスピードのあるボール回しは人気があるそうですね。はい、そうですよね。ですから日本のことはあまり知らない方多かったと思いますけども、そういう意味ではかなりこう日本のファンになった地元の方が多くなったんじゃないでしょうかね。日本がこういうサッカーやるのかっていうのはですね、驚きもあったでしょうね。はい、なかなかマリとしては前にパスを出すところがなくなっています。それだけ中盤のチェックが非常にウルグアイは早くなっている。
バリの方は4人ディフェンスの選手がいたと思いましたけれども、はい、トップはどうでしょうか。先ほど2トップかあるいはその3トップ気味なのかと。2トップじゃないでしょうかね。2番のドラマンと9番のバガヨコ、これがその2番のドラマンです。フランスのマルセイユでプレーしている選手です。この9番のバガヨコは右サイドの中盤になりますかね。あとまあ左サイドに14番のママドゥ・ディアラがいますので、あちょっとウルグアイの選手が傷んでますが、18番のカルドッソです。最後は18番のカルドッソ。かなりマリのディフェンスラインは深いところに取ってますよね。しかし1対1のでの守備っていうのを非常に考えてるんじゃないでしょうかね。そうしますとこのカルドッソのような、はい、どちらかというとスペースに放り込んでもらってそのスペースを生かしたような生かしたようなプレイヤー、はい、なかなかその動くスペースがないですね、うん、スルーパスホルランです。ですからスルーパスを出してもなかなかその走り込んでいくスペースが今までないときね、ディフェンスラインとゴールキーパーの間のスペースがほとんどないですから、はい、まあ、これ一つマリの前半の戦い方なのかもしれません、はい、こういったところのトラップミスがマリの選手は、まあ、パスミスもそうですけども、はい、多少ありますね。そういう意味ではそのプレーの荒さっていうのは、あるでしょうね、うん、ただ荒さはありますけどもその魅力的なプレーっていうのは非常に多いですから、そういう意味ではこの荒さが消えた時っていうのは非常にこう怖いチームになっていくんじゃないでしょうかね。今のこれ危険なプレー、デンジャラスプレーを取っています。まもなく前半の25分になりますが、ウルグアイはここまでディフェンスラインを上げています。右にこの右サイドバックのマカルソ、一旦カルドッソに当ててマカルソ打った後ろからやや足を引っ掛けたに見えましたけれどもコーナーキックです。この13番のマカルソが右サイドバックで上がってくるというのは前半あまりここまでなかったですね、はい、こういうところものディフェンスも柔軟ですよね。まず足も長いですし、長い足を生かしてボールに行ってますもんね、はい、リングこうしたところでもディフェンスからつなぐということを考えずにまず遠くへ、まあ、セーフティークリアということがあるんでしょうけれども、はい、さあマリのカウンターのチャンスになります。9番のバガヨコ、右サイドのプレイヤーです。ウィングタイプのプレイヤーが上げてくる。こちらに詰める選手がいませんでしたが、まあ、このあたりも身体能力がカバーしています。ゴールの前でのプレーです。逆にウルグアイのカウンター、ただ攻撃の枚数が揃っていないがカルドスが抜けてくる。ホルランが上がってきた。カルドスと倒されて、このプレーにはイエローカードが出そうです。イエローカードが出ています。12番のアマドゥイエローカード、スイスのシオンでプレーしている選手です。割とこういうところのディフェンスのところでは足をこうボールに出してくるというんですかね、ボールを取りに来るっていうディフェンスが非常に多いですよね。ただこのプレーはボールが抜けた後、はい、完全に足をはたいてしまったということでアマドゥイエローカードが出ています。まあ、このゲームだけ1枚のイエローカードであればという思いがあるのかもしれませんが、うん、はい、最近はその1対1の場面ではあまりボールを取りに行かない、飛び込まないで時間をかけさせておいて、そしてもう一人
ディフェンスが来て数的優位を作ってから取ろうというのがですね、今主流になっているんですけども、彼らもどんどんボールを取りに行く、取ったボールをゴール前に出していくっていう、非常にこうなんていうんですかね、サッカーの根本的なところをこう狙ってきてるっていうような感じがするんですけどもね。原点といえば原点ですよね。そうですよね、ボールを奪ってゴールに攻めていくっていう形ですよね。こちらはマリのクリバリ監督ですが、17歳以下で世界を知った選手たちを9人入れてまたこのチームを作ってきて、まあ、この世界ユース5大会ぶりの出場で、まあ、初めてベスト4まで進めてきた。カメルーンですとかナイジェリアといった同じアフリカの強豪を破ってですね、はい、ここまで来たわけですから、非常にこれ意味のあるベスト4ですね。そうですね。フリーキックはウルグアイ、左足でペジェグリンがおそらく蹴ると思いますが、ペジェリングリンが直接狙ってくるか、あるいは7番のコレア、5番のコウソーといったところは長身です。3番のソロンドもいます。直接行った、キーパーのケイタが掴んでいます。あのペジェグリンのやはり左足というのはかなり正確に来ますね。今も枠に行ってますよね。そうですね。まもなく前半の28分です。2番のトラマン、11番のシリです。なかなかマリはあの中盤の構成が見てますとこう変わってきますんでね、はい、どの選手が本来どこのポジションなのかというのが非常に分かりにくくなってるんですが、うん、先ほどやや足を痛めたウルグアイの18番のカルドスはもうピッチに戻っています。まもなく前半の29分でマリのフリーキックのチャンスを迎えています。まあ、この辺りも直接狙ってくるんでしょう。狙ってきた、おっとゴールイン、バーを弾いてゴールイン。マリ先生、前半の29分、マリ先生、フランスマルセイユでプレーしているセイドゥのフリーキック、直接ゴールインです。いやシュートも強烈はあったんですけども、これはゴールキーパーのミスでしょうね。カリーニですが、ちょっとこれあと壁の、お、あの4人の壁の、そうです、右側って言いますか、ゴールキーパー側から抜けてきたんですけど、巻いたんですね、はい、でワンバウンドして、しかしキーパーが手に当てて後ろに弾いてしまった。そうですね、非常に難しいバウンドではあったんですけども、手で取りに行ってしまいましたよね。もう少し足を使いながら体全体でいけばよかったんですけども、はい、前半の29分、マリ先生、フリーキック直接ゴールインで1点を取っています。1点取ってまたマリの選手の動きが良くなってきたように見えます。14番のママドゥ・ディアラ、ウルグアイにとっては思わぬ失点だったですね、はい、全体的にはウルグアイの方がいい形でゲームを進めてましたからね。ディフェンスもほとんどウルグアイやられた場面ってなかったですから、ま、本当にあのマリの選手がですね、はい、このディフェンスウルグアイを崩して、はい、シュートを打ったという場面はないんですよね。ほとんどないですね。そのディフェン浅いディフェンスラインを破っていくような場面はなかったですから。まあ、そうした意味ではウルグアイとしては攻めながらなかなか得点できない。まあ、シュート自身もですね、はい、マリがあれだけ引いていて打ちにくい、はい、という中でセットプレーのワンチャンスを生かされてしまったという思いがあると思います。
ただ、まあ、先に行われたワールドカップでもですね、セットプレーの得点率というのは非常に高くなってきて 40% 近くなってきてるんですよね。あの決勝だってそうですよね。そうですね。ですからそういう意味ではセットプレーっていうのはやはりこういう緊迫したゲームになってくると、まあ、大きなキーポイントになってくるんじゃないでしょうかね。7番のコレア、最後はこの人、コレアは186センチあります。日本戦であのコレアの高さというのがセットプレーで非常に脅威でしたけれども、はい、このマリと一緒にやるとですね、それほど目立たないんですよね。あ、これ先ほどのフリーキックです。壁を巻いてゴールイン。足が少し動いてなかったですかね。10番のセイドゥ・ケイタの得点です。フランスのマルセイユでプレーするプレーヤー。ですからこうした選手まだ17歳ですから、これから世界的にいろんなクラブで有名になってくる選手かもしれないね、はい。そのセイドゥ放り込んでくる。ディフェンスは2人ついていますが、ただマリの選手の身体能力が非常に高いですから、ああした場面もちょっとこうヒヤッとしますよね。そうです。ですから浮いてるボールに対して思わぬところから足が出てきたりとかですね、そういうこともあるでしょうね。13番のマカルソ、ただそのウルグアイのゴールキーパーカリーナ、少し気の毒だったなと思うのは、そのコマの時間ってそれほどプレー機会がなかったですよね、ゴールキーパーの。そういう意味でこうなかなかボールに触ってないと、たまに来た時っていうのはこの体が少し動かないっていうことがよくあるんですよね、はいはい。そういう意味で少し体の動きが硬かったような気がしますね。あの日本戦でも後半はほとんどウルグアイが攻めてましたし、はい、その時からちょっとこう引き続いてるかもしれません ね。間接フリーキックになります。まあ、この距離直接もちろん間接フリーキックですから狙えませんけれども、まあ、カリーンとしては警戒するところです。そらす、このあたりも激しくなっています。まもなく前半の35分、前半29分にマリがフリーキックで1点を先制しています。オフサイドだと思いますが、まあ、マリとしても初めてのベスト4、これまでなかなかマリという国の名前もサッカーでは聞かないですよね、はい。私も実は初めてマリという国をメインにしたときに、どこにある国なのかなっていうのを思いましたけども、西アフリカのサハラ砂漠の内陸部、はい。まあ、ですからこのナイジェリアよりも国を一つ置いてまた西ということになりますね、はい。人口がおよそ113万人と推定されています。まあ、ですから気候的なものはこのマリの選手にとってはあまり影響はないでしょうね、はい。まあ、この2番のフランスマルセイユでプレーしているドラマンがセンターフォワードのポジションにいて、まあ、いろんなところにボールサイドにこう顔を出してきますね。フリーキックはマリ、まあ、この辺りカリーニはちょっと神経質になってきます。はい、左足で巻いて直接狙ってくるんでしょうか。遠いサイドに上げてくる、ヘディング。高さはマリの方がありますが、まあ、こぼれ球に反応する能力はウルグアイの選手の方がいいようです。ウルグアイボールのフリーキックです。倒されたのは17番のカノッビオ、ツートップのフォルランとカルドスの後ろにこの17番のカノッビオがいます。さらに中盤はウルグアイは左にアンチェン、右にコレア、5番のポウソが1人、ディフェンシブが1、左サイドに6番のペジェグリン、センターバック3番のソロンド、2番のカレーノ、
右サイドバックは13番のマカルソです。ウルグアイボールのフリーキックになります。コーナーキックになります。6番のペジェグリ、これ画面ではウルグアイの選手を捉えてませんが、かなり遠いところから飛び込んでくるんですよね。そうですね、ディフェンスの高い選手なんかも入ってきてるでしょうね。ここにいます。後ろからカノッビを上げてきて、オフサイドフラッグが上がってるか、キーパーのケイタが倒れましたが、3番のソロンドがコーナーキックで上がってた後に残ってましたね。ソロンドは192センチある選手です。カノッビオのディフェンスラインの裏を浮かせたパスですが、これオフサイドではなかったようですね。まだ倒れているのはこのケイタ。マリは今日キャプテンのイタリアのウディネーゼでプレーしているカマラという選手がいるんですが、守備的ミッドフィルダー、中盤の後ろ側にいる選手ですが、その選手は今日は欠場しています。もう一回ウルグアイのコーナーキックとかあっています。前半は37分を回っています。キーパー出ている。キーパーに対するこのゴールキーパーのケイタもこう躍動感あふれるゴールキーパーっていうんですかね、こうゴールマウスを守るだけのキーパーって感じはしないですね。本当にこうペナルティーエリアの中を動き回って守るっていうんですかね。それほど体は大きくないように見えますね、はい、マリが1点をリードしています。カノッビオ左サイドにまたペジェグリンが上がってくる。パスが合いませんでした。逆にマリ、不安のバガヨコは右サイドのミッドフィルダーです。ここはこのカノビオのファールです。3番のアブドゥ、まもなく前半の40分を迎えます。3位決定戦はマリが1点をリードしています。フリーキックによる得点です。放り込んで得点が入った後っていうのはこのマリのペースになってますかね。やはり1点を取ったそうです、ね、というその、はい、気分的なものもあるでしょうし、うん、まあ、1点入るまではウルグアイはいい形で攻めてたんですけども、この得点以降はほとんどこの周りの方のペースですかね。これはウルグアイの方にも何かこう理由があると思うんですけども、やはりその中盤のパスを逆にこうカットされている場面が目立つんじゃないですかね。ということは今までとは逆ですね、はい、逆のパターンになってきてますね。公式記録では前半30分の得点です。さあ勝負するカルドッソ、これが一つカルドッソの持ち味になりますが、ディフェンスの足が入ってコーナーキックになります。フア・ビクトル監督、非常に日本の山本正邦コーチと仲が良くて、去年は授業の練習を見に来たそうですよ。あ、そうですか。まあこの時間帯にっていうのは、このベンチにいる監督っていうのはハーフタイムに選手にどういう指示を出そうかなっていうのを今考えてるんじゃないですかね。もうこのぐらいの時間になりますね。そうですね、その前半の改善すべき点っていうのをいろいろ頭の中に並べてですね、後半どういうふうな指示を出して、まあ選手交代も含めてですよね。はい、ホルダー、まあ、当然その選手を変えてくると、はい、いうことも考えていますしね、はい、9番のバガヨコ、バガヨコのスルーパスは
オフサイドです。いや本当にああいうプレーが出てくるところはマリが良くなってきましたね、はい、マリは準決勝のスペイン戦では左サイドをですねかなり破られて失点しました、はい。ウルグアイのクリコーナーキックになります。近いサイド入ってくる、こぼれている、押し込めなかったウルグアイ。セットプレーはこの人192センチのソロンドがいます。前半の42分を回っています。マリが1点リードしている3位決定戦です。マリにとってもマリサッカー史上においてもこのベスト4というのは非常に大きな出来事です。ウルグアイの方は2大会連続決勝には進めませんでしたけれども、3位のかかるメダルのかかる大事なこの3位決定戦、両チームとも前半これ決定的な場面というのはほとんど作ってないでしょ。そうですね、作られてないっていう方がいいんじゃないですかね。そのディフェンスが安定してるっていうんですかね、はい、お互いにディフェンスのやり方自体は違うんですけども、しっかりとしたディフェンスができてますよね。マリにこれだけ引かれるということは、はい、また1点をですねリードされたらさらに引かれてくる可能性がある、はい、もう少しミドルシュートを打つなどして、うん、後ろに下がっているディフェンダーを前に引きずり出すというか、そんなことも必要じゃないかと思うんですが、うん、それとやはりそのサイドに起点を作っておいて、相手が来たところを今度薄い逆サイドに攻めるというか、サイドチェンジのパスはそれほど以外ないですよね、うん、どちらかというと同サイド同サイドで攻めていくという形が多いですから。10番のセイル、マリがまた拾います。9番はバガヨコ、確かにウルグアイは左サイドや右サイド、そのボールサイドに寄ったところを中心になって、なかなか逆サイド大きな展開というのは見られませんね、はい、日差しが強くてベスタリングの掲示板は我々も確認することはできませんでした、はい、間もなくロスタイムに入ってくる前半です。ウルグアイは前半これボールをキープできるんですけれども、決定的なチャンスを作り出すことができません。7番のコレア、14番フォルランにつながって前に17番カノビオが待っている。放り込んできてヘディングが11番のアンチェン、ロスタイムに入っています。フリーキックによる先制点はマリです。14番のママドゥ・ディアラはこの左サイド突破が得意、入れてゴール前、詰め切れませんでした白いユニフォームのマリ。ドラマンから後ろから入ってきて、あっとちょっと鈍い音がしました。ウルグアイの2番のカレーノが倒されています。大丈夫ですかね、頭と頭だったですね。何か集音マイクを通じても鈍い音が入ってきましたよね、はい、これドラマンの放り込んだボールに対して、うわ、両選手とも相手を見ないでボールに対してのプレーだったですから、はい、特にウルグアイの2番のカレーノ、はい、こちらの方がダメージが大きいと思いますが、
ややこの前半終了間際で時計が止まりました。もうロスタイムにすでに入っています。ウルグアイのプアビクトル監督の方は交代のメンバーをもう出そうという動きでしょうか。ウルグアイの方は2番の今倒れているカレーノと3番のソロンド、この2人のセンターバックというのが高さもあって、はい、強さもあって激しさもあると、まあ、不動のこの2人でした。さらに6番のペジェグリン、そして13番のマカルソといったところがディフェンスライン4人を形成しています。守備的なミッドフィルダー、中盤の下がった位置に5番のポルソ、左に11番アンチェン、右に7番のコレア、トップ下に17番のカノッピオ、2トップは14番のホルランと18番のカルドソです。先ほど呼んだ名前は16番のマチャードだったでしょうか。16番のマチャードを入れました。メキシコでプレーしている19歳のプレイヤーですが、まあ、今のややちょっとこう心配されるような、そうですね、ここで前半終了です。結局2番のカレーノが退場して16番のマジャドが入ったところで前半終了。前半は1対0、マリが1点をリード、まあ、ウルグアイのゴールキーパーのカリーニをすぐ移したところは、はい、やはりあのフリーキックの得点はこのカリーニにやや責任ありと。そうですね、取れたんじゃないかというところじゃないでしょうか ね。日本とスペインの決勝戦の前に行われていますこの3位決定戦、前半終わって1対0とマリが1点をリードしてハーフタイムに入っています。3位決定戦、現在国立競技場で行われているゲームを、まあ、ライブで生で今お伝えしているわけなんですけれども、解説は柱谷浩一さんです。柱谷さん、はい、ウルグアイが攻めながら得点できなかった、うん、マリの方はほとんど決定的なチャンスはなかったんですが、フリーキック1本。そうですね、ただあのお互いのディフェンスのあの守備の取り方なんですけども、はい、こう特徴が出てるっていうんですかね、マリは自分たちの身体能力を生かして1対1で勝負をしようとするディフェンス、逆にウルグアイはラインを押し上げて組織で守ろうとするディフェンス、お互いの特徴がよく出てたですね、前半戦じゃないでしょうかね。なかなかですね、両チームとも持ち味は、はい、出ていたとは思うんですけれども、はい、ただやはり攻撃面のところでやはり決定的な場面が作れなかったというところでしょうね、はい、試合中でも申し上げましたけども、ウルグアイの方は一つのサイドにやっぱり固執しすぎて、どんどん相手に対して、プレッシャーかけられてしまう、そうかけられた時に今度逆サイドにミドルパスを使いながら速いサイドチェンジから薄いサイドを攻めていくっていうのはですね、攻撃があればもう少しいい形を作れたんじゃないでしょうかね、うん、さあそれでは前半のハイライトシーンをまとめてありますのでご覧いただくことにしましょう。マリのキックオフで試合が始まっています。白いユニフォームがマリ、ブルーがウルグアイです。マリは見たところディフェンスラインが柱谷さん4人のようですね。そうですね、スパードが2人という形ですかね、マリボールのフリーキックとかあります。じゃあそのワールドカップをはじめですね、世界のこの3位決定戦というのは決勝に進まなきゃいけないという硬さが取れてですね、逆に自分たちの良さがどんどん出てくる面白いゲームになることが多いですよね。あ、なるほど、はい、これ直接狙っていったんでしょうか。そうですね、ゴールまでは20メートルとちょっとぐらいあります。狙っていく、壁に当たりましたか。コーナーキックになります。フリーキックは5番のポウソ、まあ、いわゆる守備的ミッドフィルダー、中盤の後ろ側、はい、ボランチと言われるポジションにいる選手です。そうですね、特に両サイドが積極的に上がりますから、はい、ショートコーナーを使っています。ペジェグリンからキーパーが出ています。マリのゴールキーパーはケイタ。ウルグアイボールになります。11番のアンチェン、アンチェンが入れてカノッビオが待っています。コーナーです。
はりウルグアイは左サイドの攻撃がかなり多くなってきてますね。本当に多いですね、はい、今日はそれから本来の右サイドバックのディアスが、まあ、日本戦に出た選手ですけれども欠場していますね、はい、蹴るのは18番のカルドッソ、キーパーが出ています。シュートがある。もう一回7番のコレア、一旦下げて上げてカノッビオ、こういうところヘディングのクリアも身体能力が高いって感じがしますね。10番のセイドゥ、一旦ポストプレーを使ってサイドに開いています。おっと、これは今のはオフサイドですかね。オフサイドでしょうね、はい、14番のホルラン、3番のアブドゥのディフェンスです。やはりここで見てみますと、そのマリの攻撃におけるその個人技とですね、ウルグアイの守備のこの組織力っていうところの勝負になってるんじゃないでしょうかね、はい、コレアのパスからホルランです。ホルランが上げて11番のアンチェンが折り返す。コーナーです。前半は11分を回っています。マリとウルグアイの3位決定戦、白いユニフォームがマリ、そしてこのブルーのユニフォームが準決勝で日本に敗れたウルグアイです。メダルがかかる3位決定戦。低いボール、ミスキックだったでしょうか。両チームともロングボールが多くなってきました。詰めるウルグアイ、カノッビオ上げて、おーっとホルラン、ゴール前ホルランいましたけれどもオフサイドです。そのホルランがオフサイド。裏のスペースを狙ってくる、まあ、マリとしてはウルグアイの4人のディフェンスラインがかなり高い位置に上がってきてますので、はい、その裏のスペースを狙っていこうということなんでしょうか。それとはりその準決勝のところで中盤につなぐパスを取られて速攻という形を取られましたから、割とこう中盤を除いてまず前線に放り込んでおいてという風な形で来ているんじゃないでしょうかね。また左サイドです。ペジェグリーン、フォワードの仲良くがついています。まあ、これウルグアイとしてはやはりそのペジェグリーンを使おうという狙いがあるのか、はい、あるいはマリの右サイドをですね狙ってきているのか。日本戦 の, その後半の形を見てみても、その左サイドの攻撃というのはやはりウルグアイの特徴じゃないでしょうかね。最後は18番のカルドッソ、やはりかなりマリのディフェンスラインは深いところに取ってますよね、1対1のでの守備っていうのを非常に考えてるんじゃないでしょうかね。そうしますとこのカルドッソのような、はい、どちらかというとスペースに放り込んでもらってそのスペースを生かしたようなプレイヤー、はい、なかなかその動くスペースがないですね、うん、スルーパス、ホルランです。まもなく前半の25分になりますが、ウルグアイはここまでディフェンスラインを上げています。右にこの右サイドバックのマカルソ、一旦カルドッソに当ててマカルソ、うっと後ろからやや足を引っ掛けたに見えましたけれどもコーナーキックです。この13番のマカルソが右サイドバックで上がってくるというのは前半あまりここまでなかったですね、はい、こういうところもノディフェンスも柔軟ですよね。まず足も長いですし、長い足を生かしてボールに行ってますもんね、はい、リングこうしたところでもディフェンスからつなぐということを考えずにまず遠くへ、まあ、セーフティークリアということがあるんでしょうけれども、はい、さあマリのカウンターのチャンスになります。9番のバガヨコ、右サイドのプレイヤーです。ウィングタイプのプレイヤーが上げてくる。こちらに詰める選手がいませんでしたが、まあ、このあたりも身体能力がカバーしています。ゴールの前でのプレーです。
にウルグアイのカウンター。ただ攻撃の枚数が揃っていないがカルドスが抜けてくる。コルランが上がってきた。カルドスと倒されて、このプレーにはイエローカードが出そうです。イエローカードが出ています。テジェリン・グリーンが直接狙ってくるか、あるいは7番のコレア、5番のコウソーといったところは長身です。3番のソロンドもいます。直接行った、キーパーのケイタが掴んでいます。あのテジェグリンのやはり左足というのはかなり正確にきますね。今も枠に行ってますよね。そうですね、なかなかマリはあの中盤の構成が見てますとこう変わってきますんでね、どの選手が本来どこのポジションなのかというのが非常に分かりにくくなってるんですが、先ほどやや足を痛めたウルグアイの18番のカルドスはもうピッチに戻っています。まもなく前半の29分でマリのフリーキックのチャンスを迎えています。まあ、この辺りも直接狙ってくるんでしょう。狙ってきた。おっとゴールイン。キーパーを弾いてゴールイン。マリ先生、前半の29分、マリ先生、フランス・マルセイユでプレーしているセイドゥのフリーキック、直接ゴールインです。いやシュートも強烈はあったんですけども、これはゴールキーパーのミスでしょうね。カリーニですが、ちょっとこれあと壁の、あの4人の壁の、そうです、右側って言いますか、ゴールキーパー側から抜けてきたんですけど、巻いたんですね、はい、でワンバウンドして、しかしキーパーが手に当てて後ろに弾いてしまった。そうですね、1点取ってまたマリの選手の動きが良くなってきたように見えます、はい、14番のママドゥ・ディアラ、いいポイントになってるんじゃないでしょうかね。7番のコレア、最後はこの人、コレアは186センチあります。6番のペジェグリ、これ画面ではウルグアイの選手を捉えてませんが、かなり遠いところから飛び込んでくるんですよね。そうですね、ディフェンスの高い選手なんかも入ってきてるでしょうね。ここにいます。後ろからカノッビを上げてきて、サイドフラッグが上がってるか。キーパーのケイタが倒れましたが、3番のソロンドがコーナーキックで上がってた後に残ってましたね、さあ勝負するカルドスト、これが一つカルドストの持ち味になりますが、ディフェンスの足が入ってコーナーキックになります。フア・ビクトル監督、非常にあの日本の山本雅邦コーチと仲が良くて、ああ去年はジュビロの練習を見に来たそうですよ。あ、そうですか。まあこの時間帯っていうのは、このベンチの監督っていうのはハーフタイムに選手にどういう指示を出そうかなっていうのを今考えてるんじゃないですかね。もうこのぐらいの時間になりますね。そうですね。9番のバガヨコ、バガヨコのスルーパスはオフサイドです。いや本当にああいうプレーが出てくるところはマリが良くなってきましたね、はい、近いサイド入ってくる、こぼれている、押し込めなかったウルグアイ。14番のママドゥ・ディアラはこの左サイド突破が得意、入れてゴール前、詰め切れませんでした白いユニフォームのマリ。ドラマンから後ろから入ってきて、あっとちょっと鈍い音がしました。ウルグアイの2番のカレーノが倒されています。大丈夫ですかね、頭と頭だったですね。いやいや、ちょっとこう心配されるような、そうですね、ここで前半終了です。前半のハイライトをご覧いただきましたけれども、橋田さん、はい、また振り返ってみていかがですか。そうですね、途中でも言ってますけど、サッカーの原点っていうのを感じますね。ともかくボールを奪う、そうですよね、奪ったら前にボールを出す、
ボールを奪ったらゴールを奪うというですね、そういうものを感じますよね。逆にウルグアイの方は組織されてますんでね。そうですね。その組織はですね、パリのそのサッカーに混乱しているような、そんな印象はありませんか。ディフェンスの選手なんか何やってくるか分かんないっていうような感じで頭がですね混乱している状態じゃないでしょうかね。途中にも言いましたけど、普段なんだ出てこないようなところから足が出てきてボール奪われたりとかですね、そういうプレーなんか見てみるとちょっとどういう相手か分からないなと思いながらプレーしてるんじゃないでしょうかね。我々もこうやって画面を見ながら、マリのシステムはというふうにね、こう書きながら見てるんですけど、私もこうやって書いてるんですけども全くなんか分からない状態でですね、ポジションがちょっとはっきりしないと、チャンスがあればチャンスがあれば出ていく、危なかったら戻るっていうですね、そういう感じじゃないでしょうかね。さあ両チームの選手がまたピッチに戻ってきました。2番のマルセイユでプレーしているドラマンがですね、いろんな選手に何か声かけてますね、1点をリードしているのがその白いユニフォームのマリ、1点リードを奪われているのはウルグアイです。ラゴスにありますナイジェリア国立競技場、このあと日本とスペインが対戦する決勝戦が行われます。その決勝戦までにはあと2時間近くという声になってきました。その前に行われているこの3位決定戦、メダルがかかる3位決定戦です。ウルグアイは前半のロスタイムの時にセンターバックのカレーノが怪我をしましたので16番のマチャドに選手が変わっています。ウルグアイのこのカリーにも後味の悪い前半になったでしょう。そうですね。ただやはりウルグアイの方はその攻撃面でなかなかいい部分なかったですから、やはりこうシステムを少し変えるかしていかないとなかなかいいチャンスってのは作れてこないでしょうね。ウルグアイの方はディフェンスが4人、中盤もややダイヤモンドに近い形で4人いて、そして14番のフォルランと18番のカルロスという2トップ、2トップは変わってませんね。この2人の2トップに後ろ側に17番のカノッピオ、左に11番のアンチェン、右に7番のコレア、5番のポウソがヒーユのポジション、6番のペジェグリンが左サイドバック、センターバックに3番のソロンドと16番のマジャド、13番のマカルソが右のサイドバックに入っていました。リードしているマリの方が先にどうやら選手を変えるようです。15番のフォワードのデイさん、実はこの選手が今大会ここまでのところ得点を、5得点を挙げているプレイヤーです。11番のアンチェンに代わって15番のデイサが入ってきました。マリのフォワード陣です。後半のスタートになります。柱谷さん、リードしているマリの方がフォワードの選手を入れてきた。しかもここまで途中出場でありながらですね、一番得点を取っている選手なんですよ。こういう交代っていうのはこう監督がある程度こう試合前にゲームプランとして持ってるんじゃないでしょうかね。途中から入った15番のマリのデイサですけれども、ここまでスターティングメンバーはポルトガル戦ただ一つ、それ以外は全て途中出場で5得点を挙げている選手です。2番のドラマン、オフサイドです。ちょっとその5番の15番のディーサの位置がですねまだ確認することができませんけれども、ただ途中出場でここまで5得点を挙げている今大会の得点王、そのあたりはマリらしいという感じもしますけどね、マリは今ちょっと10番の選手も見えましたが、14番のママドゥディアラ、10番のセイルが入っています。
ウルグアイがかなりこの後半は前がかりに来ています、はい、フォルランです。こういうところからサイドを変えていきたいですよね。カノッビオどうしてもしかし中央中央に行きますね、はい、しかしここでウルグアイボールのフリーキックです。倒されたのは17番のカノッビオ。ボールが抜けた後こうやってトリッピング引っ掛けて倒しています。5番のサディオ・ババ、キャプテンのファールです。まだちょっとカノッピオは倒れていますが、まあ、ウルグアイとしては非常にいい位置のフリーキックになります、はい、ゴール前22メートルほど。後半の立ち上がりです。3位決定戦は白いユニフォームのマリが1点をリードしています。前半の30分フリーキックからの得点です。カノッビは一旦ピッチの外に出されます。藤原さん、この位置この距離ですと直接狙ってくると。そうでしょうね。左足で6番のペジグリーン、右足で5番のポウソーですね。ともにあのフリーキック非常に力のあるフリーキックを持っています。ペジグリーン、もう一回ペジグリーン、下げてポウソー、まあ、最終的にポーソが狙うことになりましたけれども、まあ、ウルグアイとしては早く同点にしたいという思いがあると思います、はい。まあ、今日はあの日本戦でゴールを決めたチェバントンが出場停止ですから、あと選択肢としては今日は10番のリグエラをスタメンから外してますので、まあ、点を取りに行くためにはそういった選手の投入も考えられます。今17番のカノッビオがピッチに戻ります。このあたりもマリらしいボールキープ力です。7番のコレア、先ほど対されたカノッビオから前線には18番のカルロスが追いかけていく場面です。こちらはマリのクリバリ監督。まもなく後半の5分になります。ウルグアイはしかし前半からなかなか2トップにいい形でボールが入ってきませんね。そうですね。ジェグリというところのディフェンスなんですよね、はい、ウルグアイの選手にとってはこう今まで取られなかったようなところで急に足が出ていきますから、今のようにこうボールをつつかれて違う選手に取られてしまうという形ですね。そうするともう一つダイレクト、まあ、ワンタッチやツータッチのですね、はい、早い形でボールを出してくると。そうですよね、ただウルグアイはまあ南米のチームですから、あ、これはマリのチャンスになってきます。受けてきた、キーパー出ている、ウッドループシュートは外れた。キーパーが出てきたところ、最後はループ気味に狙ってきましたけれども、大きくゴールの枠を外してしまいました。ここはうまくハイパスを使って抜け出しましたよね。最後はここまで5得点を挙げている途中から入った15番のディサ。あ、しかし 今のプレーなどを見てもこのディサが入りますとゴール前で相手プレーが出るようになるでしょうかね。そうですね。あの前半どちらかというとドリブルで突破するか長いパスって感じだったんですけども、今のは非常にテクニカルなプレーだったですね、はい、やはりウルグアイは10番のリグエラが準備をしています。かなり激しい、あ、
あ、そのリグエラが入りそうです。リグエラはあの日本戦でもスターティングメンバーでしたが、あのトップ下ツートップの後ろ、はい、中盤でゲームを作ってくる形のプレイヤーですが、フォワードのアルゼンチンインディペンディエントでプレーしているフォルランに代わって10番のリグエラを入れてくる。ポジションはフォルランが左サイドのフォワードの選手でしたが、そこにカノッピを上げて10番のリグエラをトップ下に持ってくるかどうか、はい、原脈的な役割をする選手ですね。逆にマリボール、前にドラマンを走らせましたが、やはりこの途中から入ったデイサ、ご覧いただいたようにトップスコアラー、この大会の現在まで5得点を挙げて得点王ということです、はい、やはりこういう選手は後半から入ってくると相手のディフェンダーってのは嫌でしょうね。疲れている時にこういうテクニカルな選手が入ってきて、逆にまあスターティングメンバーで使わないのはクリバリ監督としてはそういった意図があるんでしょうかね。そうかもしれないですね。ここまでの6試合、2戦目のポルトガル戦はスターティングメンバーでしたが、それ以外は全て途中からの投入になっているデイさん、またマリのチャンスになります。スルーパスだ。オフサイドフラッグ上がっています。ママドゥ・ディアラオフサイド。いや、しかしこういうところ、こういう選手はですね、ライン、ディフェンスのラインを見ながらポジションを取るような、そういう個人戦術みたいなのが備わった時って本当に怖いですよね。スピードありますしね。そうですよね。ですからディフェンスラインがこう上がった時は自分がバックステップをしてラインを合わせてですね、オフサイドにならないようなポジションをやっぱり取るようなことをするんですけどね、はい、ウルグアイは15番のディフェンス登録のアルベル・マケルが入りそうです。交代は13番のマカルソ、右サイドバックのマカルソに代わって15番のアルベル・マケルが入っています。そのままこれ右サイドに入ってきますね、はい、ただやはり少し攻撃的なポジションを取ってくるのかもしれないですね。左サイドはペジェグリオン、放り込んでくる。キーパー出ています。おっと、キーパーにちょっと触ったようにも見えましたけれども、ゴールキックを取ります。最後は右サイドで、先ほどからスペースに走り込もうという意図は分かるんですが、なかなかその走り出すスペースがない18番のカルドッソ。ウルグアイとしても早い段階で点を取ってきませんと、もっとマリが引いてくると、はい、いうことも考えられますよね。17番のカノッピオ、コレアが動けませんでした。カノッピオ、右サイド、途中から出場したアルベル・マヘル、マリボールになります。ワンタッチのプレーがマリが出てきました。スルーパス、スペースに走り込ませる。後半に入ってから、こういうところは非常にこうパス回しも速くなってきましたし、ボールにこうダイレクトのプレーというんですかね、はい、直線的なプレーも出てきましたよね。多くなりましたよね、はい、球離れが早くなったような気もしますし、前半はまあ体力の消耗なども考えてちょっとこうしたプレーは出なかったんですが、ママドゥ・ディアラが放り込んできます。逆にカウンターに入ってくるウルグアイ、途中出場の10番からフリーになってくる。シュートは切り返した。あっと、一旦切り返しが入ったところでマリのディフェンダーの長い足が入ってきました、はい、ただやはりマリのディフェンスで少し課題があるとすれば、
ボールのあるところの1対1は非常に強いんですけども、ボールのないところですよね。オフザボールのところで そのどうしてもボールを見てしまうようなプレーが多いですから、それぐらい速いテンポでボールを動かしておいて、ボールのないところの動きでかわしておいて、そこにスルーパスが出てくる形になればチャンスというのは出てくるでしょうね。今のようにボールのないところで割と悪いポジショニングで裏取られても、その後の1対1のところでカバーできますからね。11番のアンチェンが行きます。後半12分回ってマリのチャンス。3番のアブドゥからトップのドラマンが背番号2番をつけています。おっと切り返す、そして放り込む、オーバーヘッドを狙ってきます。逆にカウンターに入ってくるウルグアイ。非常にボールが早く動くようになったこの後半です。途中から入ったリフエラ、コレアが触って後ろからカノッピオ、こういうところで逆サイドに行きたいんですよね。中ですよ ね、 そうですね。で両サイドかなりスペースがあるんですけども、はい、そこに選手がいないんですよね。キーパー出ています。カリーニ、もちろんサイドから攻めるためにはトップにボールをまず入れてですね、でディフェンスラインを中に絞らせておいて、それで外に展開していくっていうことは必要なんですけども、ここでやはり中に突っ込んで戻ってきたボールをサイドにこう出していかないと、なかなか相手のディフェンスラインをこう広げることができないですよね。はい、今一人マリノ選手が倒れています。12番のアマドゥ、アマドゥはこの試合で1枚警告を受けています。スイスのシオンでプレーしている選手です。まもなく後半の15分、マリが1点をリードしています。マリの1点は背番号10番のセイドゥ・ケイタのフリーキックによる1点です。9番のバガヨコ、右サイドのミッドフィルダーの選手です。この選手は非常に背が高くてストライドが長いですから、こう見た感じスローモーに見えるんですけども、実際は速いんでしょうね。そういえばバガヨコがよく右サイドから出てくるようになって、はい、6番のペジェグリンがなかなかウルグアイ上がれなくなってきましたね。はい、後半15分回っています。マリが1点をリードしています。途中から入ったウルグアイのリビエラは、橋田さん見てますと、やはり2トップの1人というか、カルロッソと2トップの位置に入ってますか。どうでしょうかね。まあ、どちらにしろウルグアイってのは攻撃的にいかなきゃいけないですから、ポジションはやはり前がかりになっていくでしょうよね。すでに交代枠は2人使っています。失礼、3人すべて使っています。7番のコレア、これがパスミスになってしまった。これは2番のドラマンを倒してしまいました。マリボールのフリーキックになります。今のプレーにはイエローカードです、まあ、これ抜けると決定的なチャンスになりますからね。はい、倒したのは3番のソロンドだと思いますが、走り出そうとしたところを引っ張りましたね。
やっぱりこうやって見てみるとこうウルグアイがマリに対してこう狭い地域で勝負していくとやっぱちょっと不利なような気がしますね、うん、だからボールを早く動かしていかないと難しいでしょうね。あ、6番のペジグリンにイエローカードが出ています。ということはやはりウルグアイとしてはボールを早く動かしたり大きく展開すると。そうですね。ですからまあ日本が世界で戦うためにやっているような形ですよね。ボールを早く動かしてできるだけ接触プレーを少なくしながら割と引きつけて広いサイドに持っていくという形ですよね、はい、あと抜けてきた、シュート打った、カノッビオのシュート、左足で17番のカノッビオが狙ってきました。後半の17分、今も決定的なチャンスになりましたが、ここでディフェンスがちょっとミスして、はい、左利きのカノッビオが左足で狙ってきました。ウルグアイのコーナーキックのチャンスです。ショートコーナー使う、ホリコン、ヘディング、まだ後ろにいる、ヘディング、最後はシュートまでいけませんでした。抜けてきた、キーパー出ている、カリーニが出ます。このあたりのゴールキーパーのカリーニの前に出てくるプレーはいかがですか、はい、そうですね、かなり高いラインを高く上げてますから、あのあたりはもうスイーパー的な仕事っていうのはキーパー要求されますからね、まあ、よく出ましたよね。今来なかったらデイさんのシュートが入ってたでしょうね、はい。淡々と見てますとマリもそれほど引かずにですね、中盤をやや厚くしてくるようなそんな感じにも見えます。途中から入った15番右サイドバックのアルベル・マヘル、3位決定戦はマリが1点をリードしています。このプレーにはイエローカード、4番のアダマにイエローカード、これは足の裏スパイクを見せてのタックルですから危険なプレーですね、はい、マリはこれでセンターバック2人がイエローカードということになります、まあ、これもちろんもう1枚もらうと退場になりますので、このあたりのディフェンスというのもマリとしては厳しくなってきましたね。まもなく後半の20分になります。出ているキーパー、カルドスがキープします。ウルグアイボールのフリーキックになります。先ほどのコーナーキックでウルグアイがショートコーナーをやって少しこうチャンスになったんですけども、そういう、こう変化をつけていくというのが一つ、手でしょうね。ただ単純に、はい、1、2、3で上げてしまうと能力高いですから、まあ、こういった形にもなってしまいました、ね、はい、ですから一度ボールを動かしておいて中にいるディフェンダーがちょっとボールウォッチになった瞬間にこう上げていくというんですかね。ロングスローです。こぼれている。ファールはありません。前線にボールが出ると、あの2番のセンターフォワードのドラマンが出てきます。フランスのマルセイユでプレーしている2番のドラマンのフォワード、14番のアマドゥ・ディアラ、この左サイドから突破をかける選手です。
かウルグアイのボールが前線までうまくつながっていきません。途中から入ったリフエラ、後ろからペジェグリン、どうもいい形になりますね。そうですね、やはり直線的な攻撃っていうのはやはり難しいですね、はい、必ずあのマリの身体能力が塞がれてしまいますよね、マリボールのフリーキックです。セイドから12番のアマドゥ入れて、あとフリーダがオフサイ、ここもそうですよね、ラインが見えてるだけにラインを見ながらのポジショニングっていうのができれば今ゴールキーパーと1対1だったですからね、はい、チャンスになった、シュート弾いている、あーっと押し込むことができなかった、カルドッソのシュート、ウルグアイは決定的なチャンスになりましたが今のカノッピオがうまく落として、柏谷さん、はい、決めたかったところですね。そうですね、ただ12番のアマドゥですか、いいカバーしましたよね。今のようにこうボールが浮いているときにかなりディフェンダーこうボールに集中してしまうっていうんですかね、ここはちょっとやりすぎだった感じがあります。ですからウルグアイはボールを動かしておいてその他のボールのない選手の動きですよね。7番のクレア、あここもちょっと持ちすぎなんでしょうか、はい、9番のバガヨコは右サイド、このペジグリンが上がった後を狙ってきます。マリボールのスローインです。まもなく後半の25分になります。マリが1点をリード、3位決定戦、これがオフサイドは結局オフサイドだったでしょうか。そうですね、日本とスペインの決勝の前に行われている世界ユースの3位決定戦、3位決定戦であと残すところ、この試合を含めて世界ユースの2試合ということになりました。24の国と地域が参加して4月3日から22日間の日程で行われてきました。24チームが6つの国に分かれて1次リーグを行ってきたこの世界ユース選手権、ベスト8にアフリカのチームは結局3チーム残ったんですが、最後このベスト4に残ったのはマリだけでした。そういう意味ではこういうワールドユースで経験を積んでですね、これからこう世界に飛び出していこうという選手もいるわけですからね、はい、まあ、実際にもうプロで活躍している選手もいますけども、裏を狙ってきた、キーパーが出ています。あー、またキーパー出ている、これはよく出たと、いや思い切って出てきましたね。そうですね、カリーニ、フリーキックによる1点は自分の失点だという思いもあるでしょうし、はい、ただまあアフリカ勢はナイジェリアやカメルーンやあるいはワールドカップには出てませんがガーナも若年層は非常にあの強化してますよね、はい、それにこうした身体能力の高いマリ、あ、こぼれている、それからかつてトルシエが率いていたブルキナファソ、はい、あと南アフリカなんかもそうなってますね。南アフリカもありますからね。
常に層が厚くなっているこのアフリカ勢です。逆にまあこのブルーのユニフォームのウルグアイの方もこのところ2大会連続でワールドカップを逃している、かつてはワールドカップで2回優勝を誇っている国ですから、まあ、どうしても南米といいますとアルゼンチンであるとかブラジルといったところが注目されがちなんですけど、折り込んでくるヘディング、回したところで完全にフリーになると身体能力の高いマリの選手は、うん、ゴールラインは日本の選手じゃないですかね。ああそうですか、はい、次の試合の準備に入ってるんじゃないでしょうかね。もう時間的には決勝まであと1時間半ですからね、はい、ライブ生放送でお伝えしているこの3位決定戦です。同じ会場であと1時間半後に日本とスペインが対戦します。11番のアンチェン、17番カノッピオ、7番のコレア、まあ、これがウルグアイの中盤です。後ろから5番のポウソ、放り込んでカノッピオ、でもそうですね、ボールを動いてる間に次の選手が動き出すっていうことですよね、はい、コーナーキックになります。ウルグアイのコーナーキック、17番のカノッピオ、左足で逃げていくボールになりますが、ヘディング、マリがカウンターに入ってくる。ただ攻撃の枚数はまだ少ない。抜けてくるか、パス通す、キーパー出ている、キーパーに当たった。この辺りもカリーニのこの勇気ある、はい、よく前に出てくるプレーです、うん、カノッビオ、右サイドのカルドストから、これは遠いサイドを狙ったんだと思うんですが、先ほどからウルグアイのディフェンスってかなりこう前に押し上げてきて、もう得点を狙いに来てますから、はい、そういう意味ではこうカウンターアタックのチャンスこれから周りに出てくるでしょうね。カルドスト、後ろに7番のコレア、ドリブルで勝負する。こういうところを1対1をやるっていうのはウルグアイにとっては不利なんじゃないですかね、はい、これはマリのファールです。マリのクリバリ監督ですが、まあ監督としてはもうあと15分ですからね、うん、まあ、日本ですと集中というようなところなんでしょうけれども、はい、ウルグアイのフリーキックのチャンスになります。長身の192センチの3番のソロンドもいますが、組まれている。高さはマリ、マリは全員がもうディフェンスに入っています。後半の30分回ります。マリが1点リード、3位決定戦。ボールへの寄せが速くなるウルグアイ、トス、後ろからリベラ、倒されたがノーファール。かなりラインを押し上げてくるウルグアイ、7番コレア、また中に行きます。コモッビを当ててリベラにつながらない。真ん中に行くと少し難しいですかね。両サイドかなりスペースあるんですが、選手がみんな真ん中、真ん中に寄ってきますよね、はい、何かあの日本戦の時の最後のウルグアイと似てるような、うん、はい、リードされてもう1点を取ろうと取ろうとするんですけれども、なかなかそのチャンスがつかめないウルグアイ。長い横、マリボールになります。
かなり疲れてますね。まあ、気温は試合開始1時間前は30度、はい、しかし直射日光はかなりありますね。芝生の上はもっとこの直射日光が反射して暑いはずです。逆にマリの方がどんどんこの後半は動きが良くなってくるように見えます。パスミスになる。ただウルグアイも持っていくスピードにやや欠けます。そうですね。ですから今のようなパスミスの後なのがチャンスなんですけどもね、こうやって時間をかけてしまうと戻ってしまいますから、準決勝でこうスペインがこのマリに対して点取ったというのは、今のようなミスパスに対して次のパスが非常に早かったんですよね、はい。準決勝でこれも出てきます、キーパー。確かにスペインが取った時には点を取った時には非常に速いパス回しから、はい、特に中盤がっちり固めておいて、マリの中盤の今のようなミスパスを取って短い本数のパスでゴールまで行くというところですよね。相手の組織が整わないうちにですよね。ただウルグアイの方にこうやってドリブルがあったりすると時間ができて、はい、そこでもうディフェンスラインがちゃんと戻ってしまう。そうですね、戻ってこれますし、1対1の能力高いですからね。リグエラからカノッビオが反応します。左利きのカノッビオ放り込む。もうやはり時間があると白いユニフォームが引いています、はい、マリが1点リード。この時間になるとジャダンさん、マリの考え方としてはこの1点を守ろうと。そうでしょうね。やはりリスクを背負ってディフェンスラインからどんどん上がっていくってことはやらないでしょうね。これもうほとんどの選手が右のエンドに引いてると思うんですけどね、はい、ですからフォワードのこの14番のママドゥ・ディアラまでもうあそこまで戻ってましたもんね、うん、はい。おそらく2番のドラマンだけが万年にいて、あ、こうやってカウンターに入るにしても時間をかけないと選手はいないと思います。ディーサー、ここまで得点ランキングトップ。後ろから来た、チャンスになってキーパー出る、キーパーが、おっと、ここはよくまた出ました、カリーニ。今も決定的なマリのチャンスですね。まもなく後半の35分です。今ドリブルをしてボールを触った瞬間にキーパーがいい判断出てきましたよね。今度はこちらのサイド、2番のドラマン。ドラマンはフォワードの選手です。マインダス、独特のリズムですよ ね。このステップっていうんですかね、独特のこのステップの踏み方をしますよね。本当に取れないんでしょうね、はい、スルーパス、おっと、キーパー出てるが抜かす、かわした、おっと、ディフェンダーよく戻った。あー、ここはよくゴールを守りました。マリ3位に向けて決定的な2点目かと思いました。これもその前線に残っている10番のディーサーですよね。カノビオからシュート、わずかに左。7番のコレア、マリが攻め込んで攻め込んで点が取れなかった、その後のようやくカウンターでしたね、はい、先ほどからドリブルでいつもボールを取られていたコレアが今度はミドルのレンジから打ってきました。これ先ほどの決定的な場面、キーパーかわしたんです、かわしたんですが、よく戻りましたね。これ16番のマチャドですね、はい、途中から入ったマチャドが戻っていました。これがその独特のリズムのドリブルからオフサイドです。いや、しかしあれだけ何回もオフサイドにならなくてもいいのになと思うんですけどね。いや、もう先ほどから左サイドの14番のママドゥディアラばっかりですね、
まあ、橋渡さんもフォワードでしたから、はい、よくわかると思うんですね。そうですね。この辺は少しこう戦術の理解度っていうのがやっぱり足りないんですかね。あれだけオフサイドになればわかるようなものなんですけども、ただそれでも信頼してあそこの左サイドにボールを放り込んでくれるというのは、はい、うん、まあ、あのママドゥ・ディアラに対する信頼もあるんでしょうね。ウルグアイボールになります。マリー点リード、蹴るのはキャプテンのポウソ。まあ、この位置からですから直接は狙ってきませんが、ヘディング、もうこの辺りもヘディングというのは自信持ってますから、特にディフェンスラインを上げてこういうところで競おうという感じはないですよね。自分のゴールに近いところで競って もう必ず跳ね返せるという、そういう自信があるんでしょうね。あの日本がウルグアイと戦った時には、はい、ウルグアイのセットプレーというのは日本にとってかなり脅威でしたけど、ね、そうですね。ただ本当にラインをこう押し上げて相手を遠い位置でいかにヘディングさせるかというようなポジショニングを取ってましたから、ヘディングの強くないところではそういう戦術で相手と競っていくというんですかね、はい、そういう工夫も必要ですし、このようにマリンのようにもう肉体的に勝ってますから、そこで跳ね返していこうというところですから、サッカーって面白いですよね。カノッビオから、かなりウルグアイの選手に疲労の色が見えます。これ前半にあれだけ攻めながら点が取れなかった、逆にマリの方は前半引いてましたんで、はい、やはりこのアフリカの気候をよく知っている、まあ、それを考えた前半だったのかもしれません。14番のママドゥ・ディアラはこの左サイドからの突破が得意、中に行く、後ろからサポートがある。9番のバガヨコ、これは右サイドの選手ですが、ドリブル、この独特のリズム、そうですね、やはりあの見ていても平谷さんまでも現役にまだ近いですから、はい、取れないなって気がしますか。って言いますか、やっぱああいうプレーがやっぱ彼らの生活の中から出てくるんだろうなって感じがしますよね。こういうプレイヤーというのは本当に日本の中から出てこないだろうなっていう気がしますよね。ああいうリズムとそのステップとかプレースタイルですけどね。まもなく後半の40分になります。3位決定戦も残す、あ、後ろに日本選手が見えます、はい、残すところあと5分、勝った方が3位。マリが1点をリードしています。前半30分、10番のセイドゥ・ケイタのフリーキック、直接ゴールインです。粘った、裏から出てくる、シュート、シュートにはやや威力はありませんでした。さあ残り5分のまずリードしているマリの戦い方ですけれども、そうですね、やはり少ない人数でも今攻めれますから、あと押し込んだ場合は少しやはり時間をかけてキープしていこうということですけどね。ママドゥセイ、後ろからサポートがいる、シュート、まだキープしています。こういうところもミスのコントロールミスしてるんですけども、スピードでそれを補っていきますからね。ミスに感じさせないんですね、はい、ウルグアイの選手の足がかなり止まって、うん、ボール取りに行けなくなりましたね、はい、あ、抜けてくる、シュート、あー、決定的なチャンスでしたが、カリーニを前線に大きく蹴ってきます。ここで時間を作ればまたサポートの選手もありますが、もう体力的にウルグアイはかなり消耗しています。ウルグアイボールのフリーキック、これは後半終了間際になって、まあ、ウルグアイとしてはもうかなり体力消耗してますので、ね、はい、こういうフリーキックやセットプレーがチャンスになってくると思います。
この映像はナイジェリア国営テレビの制作した映像でお伝えしています。ただいま映像が乱れています。ナイジェリア国営テレビの制作した映像で3位決定戦、もう手元の時計では後半の42分を回ったところですが、もう残りがわずかと、はい、一番いいところなんですが、ちょっと映像が乱れてしまいました。失礼しました。一番いいところから再開です。ウルグアイボールのフリーキックです。放り込んできた、ヘディング、いい形でようやく高さのあるマリから一人抜け出た形でウルグアイがヘディングシュート。もうそうですね、ボールを動かしておいてディフェンダーがボールを見た瞬間に中に入れていくって形ですね。あ、またナイジェリア国営テレビの制作する映像が途切れました。大変失礼いたしました。ナイジェリア国営テレビの制作した映像をそのまま電波に乗せて皆さんにはご覧いただいています。ただいま映像が乱れています。後半の終了間際、後半の手元の時計では43分を回ったところ、今ようやくまた映像が戻ってきました。大変失礼しました。マリが1点リード、ロスタイム3分です。ロスタイム3分、3位決定戦も大詰めです。22日間に及んだこの世界ユース選手権も残すところあと1試合になってきますが、カロッピオ、シュートが打てなかった。小川さん、打てませんでしたか。そうですね、本当にグランドのパスだったんですけども、速いパスが通ったんですけどもね。失礼しました。また映像が乱れましたが、ナイジェリア国営テレビの制作した映像をそのままお伝えしています。44分です。3位決定戦も大詰め、1点マリがリードしています。初めてのベスト4に進んだマリ、たびたび映像が乱れていますが、今また戻りました。大変失礼しました。ここに来て少しファールが目立ってきましたね。もうマリとしてはともかく1点守るという気持ちになっていますが、10番のマリのセイドゥ、このセイドゥの得点がマリの貴重な1点を叩き出したフリーキックですが、そのセイドゥにイエローカードが出ています。まあ、ここまで来ますとイエローカード1枚であればという思いももちろん選手たちにはあるでしょうし、ロスタイムに入った、こういうところは強いですからね。まだこぼれています、ウルグアイ。あ、シュート打てなかった。今の真ん中のフリーキックなんですけど、サイドに動かしておいてサイドから入れれば面白いんですけどね。キーパー出てくる、あっと、ウルグアイの18番のカルロストと衝突しましたが大丈夫。ロスタイムは3分という掲示がすでにありました。そのロスタイムに入りました第1回世界ユース選手権の3位決定戦です。ちょっとウルグアイの選手が足がかなり止まってきてボールに行けなくなってきた。マリの選手はまだ独特のリズムがあります。こういうところでもまだゴール狙ってきてますからね。本来やはりコーナーに行って時間稼ぎしたいところなんですけども、キープすると思うんですよね。そうですね、こういうとこほとんど行かないですよね。あいばい、ね、縦に行ってコーナーのところでキープするんですけども、やはりもうゴールを奪いに行ってるんですよね。まあ、日本ですとその経験が少ないとかですね、はい、そういうこと言われるんですけれども、マリの場合どうなんでしょうか。どうでしょうかね。ここは逆サイドに展開してくる。この辺りもゴール前に行ってくる、抜けてきた、キーパーに、シュートを打った、こぼれてこぼれて、マリとしてはこれが決まると3位を確定する2点目ということになりますが、それとやはり世界で言われているのはアジアの国とアフリカの国はこういう最後のシュートのところですね、決定力が足りないってよく言われますよね。こういうところを克服していかないとやはり世界ではトップの方にはいけないでしょうね。
マリボールのコーナーキック。これも直接入れてきます。シュート打った、まあ、カウンターを食わないという意味ではシュートで終わるのはいいことなんですが、はい、ロスタイム掲示された3分にはあと1分を残り切っています。マリボールです。あーと狙ってきたのか。マリまだゴール狙ってますよ。キープする時間だと思うんですが、さあ間もなく掲示された3分になりますが、ここで試合終了。1対0、3位決定戦はアフリカのマリが日本に敗れたウルグアイを下して3位確定です。この結果、世界ユース選手権3位マリ、4位ウルグアイと決定しました。残すところ1位か2位か、まあ、日本かスペインかが争われる決勝戦まで残り時間があと1時間ということになってきます。結局マリが逃げ切りました。ウルグアイは日本戦の時から同じように決定的なチャンスをつかみながらも得点することができないという形で4位になってしまったと、はい、まあ、日本戦の後遺症もちょっとあったでしょうか。うん、そうですね、ただ本当今日楽しいサッカーが見れたっていうんですかね、はい、まあ、サッカーは世界のスポーツなんだなっていうのがですね、また見ることができて本当良かったですよ。ボールを奪う、はい、奪ったらすぐ攻める、ゴールに攻める、ゴール前に行くですね、はい、まあ、そういった意味では非常に面白いサッカーだ。そうですね、ですからそれ、まあ、国と国の戦いっていうのは自分たちのいい特徴を前面に押し出して戦う、まあ、それがですね、いい特徴になって現れてきて、まあ、サッカーって面白いなっていうのを感じさせるんでしょうね。では試合のハイライトシーンをご覧いただきましょう。まもなく前半の29分でマリのフリーキックのチャンスを迎えています。まあ、この辺りも直接狙ってくるんでしょう。狙ってきた、おっとゴール、キーパーを弾いてゴールイン。マリ先生、前半の29分、マリ先生、フランスマルセイユでプレーしているセイドゥのフリーキック、直接ゴールインです。いや、シュートも強烈はあったんですけども、これはゴールキーパーのミスでしょうね。カリーニですが、ちょっとこれあと壁なの、あの4人の壁の、そうです、右側って言いますか、ゴールキーパー側から抜けてきたんですけど、巻いたんですね、はい、でワンバウンドして、しかしキーパーが手に当てて後ろに弾いてしまった。そうですね、そうするともう一つダイレクト、まあ、ワンタッチやツータッチのですね、はい、早い形でボールを出してくると。そうですよね、ただウルグアイはまあ南米のチームですから、あ、これはマリのチャンスになってきます。受けてきた、キーパー出ている、ウッドループシュートは外れた。ウルグアイのコーナーキックのチャンスです。ショートコーナーを使う、ホリコン、ヘディング、まだ後ろにいる、ヘディング、最後はシュートまでいけませんでした。2番のドラマ抜けてきた、キーパー出ている、カリーニが出ます。チャンスになった、シュート、弾いている、あーっと押し込むことができなかった。カルドストのシュート、ウルグアイは決定的なチャンスになりましたが、今のカノッピオがうまく落として左足で逃げていくボールになりますが、ヘディング、マリがカウンターに入ってくる。ただ攻撃の枚数はまだ少ない、抜けてくるか、パス通す、キーパー出ている、キーパーに当たった。この辺りもカリーニのこの勇気ある、はい、よく前に出てくるプレーです、うん、
おそらく2番のドラマンだけが万年にいて、こうやってカウンターに入るにしても時間をかけないと選手はいないと思います。 D さん、ここまで得点ランキングトップ、後ろから来た、チャンスになった、キーパー出る、キーパーが、おっと、ここはよくまた出ました、カリーニ。独特のこのステップの踏み方をしますよね。本当に取れないんでしょうね。スルーパス、おっと、キーパー出てるが、抜かす、かわした、おっと、ディフェンダーよく戻った。ああ、ここはよくゴールを守りました。マリ3位に向けて決定的な2点目かと思いました。これもその前線に残っている10番のディーサーですよね。カノッビオからシュート、わずかに左、7番のコレアガンだと思うんですが、さあ間もなく掲示された3分になりますが、ここで試合終了。1対0、3位決定戦はアフリカのマリが日本に敗れたウルグアイを下して3位確定です。